せしました。甘辛揚げ3個のご飯代です。はい、はい、ありがとうございます。石巻市大街道にあるお食事処風習館、地元出身の店主神野文俊さんが腕を振るうボリューム満点の定食が人気です。名物は唐揚げ、味は2種類、塩ともう一つが、いやもう絶対甘っすね。その甘さに衝撃でしたね。個人的にはここの甘辛を超える唐揚げには出会っていないので、絶対に来たら食べる。特製のタレに16時間以上漬け込んだ自称日本一甘い甘唐揚げです。醤油ベースなんですけど、そこまでですね。あとは企業秘密。先月からこの名物をアレンジした夏の新メニューが登場しました。冷やし中華の唐揚げのせいです。はい、冷たい唐揚げです。さっぱりしてて美味しいです。メニューは3種類。冷やし中華、冷やし唐揚げのせ、冷やし唐揚げラーメン。そしてさっぱりしたタレとネギをたっぷりかけた冷やし油淋鶏定食です。熱々と対極をなす冷たい唐揚げ。きっかけは神野さんのある弱点でした。自分が猫舌なんですよね。カップラーメンとかにしても氷とか入れないと食べれませんでした。自分のまかないの時に冷めたものをこう食べてるっていうのがあったんですけど、これ冷やしたらどうなるんだろうみたいになって、猫舌ならではの発想で生まれた冷やし唐揚げ。揚げたてをバットに移し、蒸気とうまみを逃がさないようすぐラップをかけて業務用の冷凍庫へ入れます。マイナス18度ほどで30分から40分冷やして熱を取り、その後冷蔵庫に移します。思ったよりも周りがこうしっとり食べれる。鶏肉の味っていうより、その自分がつけてるタレの味がすごくこうダイレクトに濃厚に感じるっていうか。すごいいいですね。なんかちょっと今日も暑いんでどうかなって正直思ったんですけど、美味しいです。新しいとか、食べたことないからこれ面白いねって言われるのがやっても嬉しいですね。独自の味を追い求める神野さん。料理人としてのスタートは20歳の時、石巻市門脇町の仕出し店に入社しました。およそ13年順調にキャリアを積んでいましたが、2011年震災の津波によって勤め先が被災し、さらに自宅も流されました。幸い妻と3人の子供たちは全員無事でした。しかし、まずこの地域がもう復活しないんだろうなっていうふうにしか思えなくて、この子たちをどうやって食べさせていくんだろうとか、ちょっと途方に暮れるじゃないですけど。職を失った神野さんは1年間次の道を模索し、自分の店を開くことを決意。背中を押したのは妻由紀子さんの言葉でした。もうここまで失って、何かあったとしても、もう自分たちこんな元気になれてきたんだから、笑顔が増えてきたんだから大丈夫だよって言ってくれたのが、やっぱ妻の存在、その言葉。なんかまた別な会社で勤めてる主人を想像できなかったんですよね。で、あ、何もなくなった、ただ命はある、じゃあなんか好きなのやらせて見ようかみたいな。2012年4月、夫婦2人で風習館をオープン。3人の子供たちの名前を店名にしました。甘い唐揚げが徐々に口コミや SNS で広まり、唐揚げの店として知られるように。さらに、冷やしだと噛めば噛むほど甘みが
後から伝わってきますよね。新メニュー冷やし唐揚げの魅力を熱く語ってくれたこちらの大学生。小さい頃から風習館の唐揚げが大好物で、店でアルバイトもしています。パパみたいな感じですね。彼が小学校ぐらいからもううちに来てるんで、あの食べにお父さんと同じじゃん、ね、はい、パパみたいな感じ。パパっていう、はい、ありがとう。優しい。店の入り口に気になるものがありました、はい、この感じというか違うタイルがありますけど、流された自宅の唯一残ってたその玄関の中のタイルをちょっと自分で剥がして、で友達とかにちょっと加工してもらって。震災後瓦礫の中から見つかった流された自宅のタイル、当時のことを忘れないよう店の玄関に入れたといいます。まあ、生かされた命なんで、それがあってここがあるのはまあそれも絶対なんで、この風習館があるっていうのは絶対なんで、そういう気持ちの部分でも辛い経験も糧に、妻ゆき子さんと二人三脚で歩み続ける上野さん。新メニュー冷やし唐揚げにとどまらず、チャレンジを続けたいと意気込みます。石巻でもなんか面白いことやってる店、風習館ってあるよねって、一人でもなんか多くの人にまあ言われたい、石巻だったら風習館の唐揚げ食べてほしいとかって言われるような存在にはなりたいですね。地元に根ざした美味しくて面白い店を作りたい。上野さんは自慢の唐揚げに情熱を注ぎ続けます。